怖い。手に効くフェーズがあるんだけど。エフ君いたよな、久しぶりに見たな。俺ランク上げてないよな。ランク上げたいな。ないはずだし。あげてないわ。この前にあげてもいいな。え？こんなことがあるんだ。やめたの？やめた。え？お母さんか。うん。今何してるの？まだ免許だけついてんだけど、まあ、免許はちょっと公務員なんで、うん、自分でパッて外すのはさすがにだから、うん、おはようございます。久しぶりやレウ君。めちゃくちゃ久しぶりだね、うん、目立つねやっぱり。すごい。とりあえずなんかあともう大会まで1時間来てるから、あともう警察つけていいかと思って。あね、もうみんな多分ユニオンも終わったから全員警察になるよ。まあさっき金庫ユニオンアーティファクトを入れる、うん、もろもろ全部来てる。全部終わったってことですよ。おはよう。おはよう。おはようございます。もろもろ全部。いいね警察。おはようございます。あち起きたばっかりで、端っこのコンビニの対応に俺大変な感じでした。なんかめちゃくちゃ起きてたからね、あの大型起きてる最中。ちょうど起きたタイミングで砂漠のところで起きて、それに対応して。本当にね。で、じゃあ端っこでも起きそうだなと思って、ちょっと湖あたりうろちょろしてたら本当に北の端っこで起きて。俺通りかかったんだけどね、ちょっと別の対応してたわ。なるほど。あ、ちょっと待って。そんなことない。え、エビス君。はい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 。スワット上官って今誰？今いる。はーい。ナズセン。かな。一瞬いい一瞬。でも中松くんに行かないと。ああ、中松くんってこないと。中松くん前に怪我したわ。え？ルー君をどうしようかな。レさん。あ、はいはい。先輩いるっすよ、中に。なんか待ってたっすよ。あ、うん。あ、ごめんごめんごめん。はい。なんか疲れてない？いや、風で。一緒っそう。これで今日。声が出ないんだよ。あのさ、うん。レウ君ランク4になるんだけど、うん、起きてきたから。うん、で、スワットどうするっていうのを聞きたくて。スワットどうする？あ、そう、警察はランク4にするつもりなんだけど、スワットはスワットに任してるからさ、うん、俺。おー、でもスワットの隊長、鳥さんしよう。鳥さんこの後起きてくるよ。あ、そうなの？うん。鳥さんこの後多分15分以内に起きてくると思うから、その時聞いてみたら鳥さんに。あ、オッケーオッケー、了解。あずさす。あ、鳥くんか。クイズ大会やる人みんな来るのか。あーね。これ照明、あれかな、スペック部屋かな。あー、クイズ綺麗よ。場所どこでやるか聞いてます、うんうん、いや、聞いてない。なんか、自称モズの人から警察のヘリパクったって電話がありました。いや、多分パクれてないっすよ。自称モズ。あ、そうなの。パクって警察の阻止したっす。なんか、自称モズ。モズってそんな自称していいものなのかな。実証したら一番ヤバそうな気もするけど、うん、だいぶまずいですよ、モズにバレたら。ご飯美味しいとこはやっぱ一番に、ね、
あ、落ちてった。2番。韓国行った時もね、韓国。なんか左だけ一人なんだけど、左奥の人。本当だ。左奥？左奥緑色ですね。ちょっと緑が本当だ。なんかブロッコリーがわかんねえ。どっちでしょうねあれ。どっちでしょうね。自分は草に見えるんですけど。また落ちてた。レレ何してんのレク。でも座りたくても座り座り位置を調整してる。あの服をしようかなと思ったけど受けなかった。これじゃ無理でしょ。無理だったな。ちるいな、この時間にちるいのなんかいいな。いいですね。最近はバタバタですからね。らしいね。時間そんな手前で。なんか。待って、時間そんな手前で。操縦席みたいになって。隣に来たらいいの。あれ？なんすか。アジの子おいで。ってどうやるんだっけ？アジの母さんおいで。お隣に。痛い。あ、お父さんどうしちゃった。蹴った。すいません。すいません。ごめんなさい。女性の顔面を。あ、そういうつもりじゃないんですよ。構いませんよ。構わないんですか？え、なんかさ、感覚的にさ、なんかレウ君とアジノ君って似てるんだよね、俺の中で。似てますか？なんか冷静な感じと落ち着いたか、はい、冷静と落ち着いた一緒か。落ち着いた感じ。落ち着いてないって言いたいってことですか？それ待って、ルールちゃん、それどっちが？でも、最近、味が落ち着いてるっけ？じゃあもう、カップラーメン持ってた。そんな落ち着いてないかも。でも、レウさんは、結構、なんか、わちゃわちゃしてるイメージあります。わちゃわちゃ、なんか、パニクルと、そう、だから、そういう部分って、じゃあ、二人とも似てんじゃない？やっぱ。え、待って、レウさんは、なんか、なんでもなんかやってくれる。何事も答えられるポテンシャルを感じます。レイ君、俺お金ないからちょうだい。あ、所長が南所長がそんなこと言ってる。所長って金ないんだよ案外。なんでかってね、働いてないから。所長？じゃ JTS で言ってるのに？いやそんな言ってないよ。背抜きじゃない？あれなんなんていうんだ。なんなら犬カフェの方が稼げるかも今。犬カフェ、犬カフェ、犬カフェ。あ、犬カフェの店員やってるから今。犬カフェ。あ、へえ。そうだ、赤毛社長の犬カフェ。あ、先生呼びました。あ、ごめんごめん。なんだなんだ。犬カフェか。なんか制服がすごくいいらしいです。あ、レウ君、まあ起きて久々に起きてきてさ。今日のクイズ大会の場所なんですけど。あ、ナズピから来ましたよ。その内容は。あ、そうそうそう。ふわっとどうするって話で。707、クレープ屋さんの前のね。ふわっといくつになってましたっけ。カメラマークがついてあるのに、707です。見ますか。で、パトカーで行くと、歪んじゃうんで、みんながね、外に置いたら。自家用車で来て、あの、車はガレージにしまってください。いいですか、皆さん。来る人は自家用車で来てください。返事がない。いるからじゃない、外に。了解です。なるほど。返事ちゃんとした。何番って言ったし。マジで聞こう。サージェントなんで、今2なんで。あ、2なんだ、座った。そうなんですよね。なんで、まあ、3には上げてもいいかなと思ってるんですよね。なんで、4に上げるんですよね、多分。警察は4だね。なんでちょっとこっち3に上げてもいいかなと思います。普段そのヘリとかも頑張ってるんで、スワットの時。うん。ちょっかな。3時から始まるから。まあ、上げちゃってもいいんじゃないですか。ね、上げよっか。ただ、ちょっと自分の方でも考えてるのが、そのポリスが4になったから、スワットも4にするかっていうと、ちょっとそこは正直難しいかな。うん、そこはね、あの分けてもらっていいから。だから俺、あの、緑君にスワットは任してる、うん、ランクに関しては。で割と改めてちょっとデンさんにも伝えておくと、うん、割とスワットの時。立花出勤、おはようございます。おおはようございます。おはようございます。ああ、オッケー、オッケー。あ、スワットやってる時あるじゃないですか、普段の。うん。その時の普段の対応とかを割と見てて、うん
まあ、その逮捕率的なものあるじゃないですか。うん。そういうのも一応見てはいるんですけど、あんまりその検挙率って、その実はあんまり見てなくて、うんうん、その割合的には。いわゆるなんでかっていうと、正直コンビニ対応すればするだけその分、捕まえやすくもなるし、まあ、大型とか特にみんなでやってるんで、全体での検挙みたいな感じでカウントはしてるんですよね。一人一人っていうか、チームワークだもんね。割と見てるのはそのチームワークに貢献できる内容っていうので、例えば報告の仕方だったりとか、まあいわゆる周りどんぐらい見れてたりするかなみたいなので、ちょっとランクはつけてるので、なので一旦は3かなって言ったところ。でもし仮にレウ君が今度レンさんに相談をしてきたとするじゃないですか、スワットの件で、うん、上がりたいんですけどみたいないうのがあれば、まあその時自分に話し通してもらってもいいし。そうだね、あの、うん、スワットに関しては本当にその法廷とかミンドリ君にあのお任せしてるからですね、うん、スワットは別のもんだと思ってるから俺は、ね、まあ本当は、まあ、頑張ってるからこそ、まあ、長い期間いる人とか、うん、まあ、上げてあげたいっていう気持ちは正味あるんですけど、まあ、それで上げちゃうと、まあ、難しい部分も出てくるかな。了解。はい。でも、一旦は3で大丈夫です。じゃあ、ちょっと今ここに呼んで、あの、緑君にあげてもらおうかな。あ、OK です。レウ君。呼びました？うん、あの、ロビー来れる？今。これです。いっぱい来た。はい、ごめんごめん。あの、レウ君さ、はい。あ、ちょっと最近、いろいろやらかしたみたいじゃん。俺やらかしました。マジか。だから今、はい、ひとり君とどうしようか考えたんだよね。なるほど。ってことは俺の世代全滅ってことになるんですか？誰世代って？武井さんの世代が、うん、あ、全滅、うん、全滅、うん、でもリュウ君には保険があって。保険、うん、今から入れる保険が、そういわゆる世代、あのまあ転籍だね。世代はあの、そう、あの移動するっていうので、ああ、いわゆる他にもいろんな世代があるじゃない。ああ、はいはい、そっちの方にスッとさりげなくさりげなく、あの丸の方に行ったんじゃないか。あそこに急にスッと入るのは難しくないですか？スッとキラッキラのところにっていうのもできるので。ああ、なるほど。まあ、そ、まあ今言ったんちょっとレイさんはそういう始め方をしたくて まあ純粋にレイ君最近スワット頑張ってるっていうので、はい、まあ、今ランクがねスワット2だと思うんだけど、はい、それを3に上げようと思ってそれで呼んだで、警察に関してはあのランク4に昇格します。マジですか？この私が、はい、入れるんですか？上にもしなんかあのなりたくないっていうのが今あれば今言ってもらえたら。いや、もうこれ警察入って1年にはなるの で、まあ後輩とかもいっぱい増えてはきてるので、責任感的なものは持ちたいから、そこはポリスはランク4で大丈夫と思ってます。 OK、 じゃあランク4でこれからよろしくお願いします。よろしくお願いします。スワットじゃランク3で。スワットも3で。うん、はい。よろしく。頑張っていきます。お願いします。はい。割とあんまりその普段さフィードバックとか俺しないけど、はい、割と事件対応の時のね、割とみんなのその。マルフィキしますよね。もうとかちょっと見てはいる。で、もしこのここからお先伝えとくね。ランク4もし目指すのであれば、はい、と。大型の時に結構さ報告してくれるじゃん、周り見てそのサポート的な動きしてくれてると思うんだけど、今ね話してる。今度そこの第一歩上がるとしたら、すいません、マルーさんって今どこにいますか？落ち着き、まあね、あの彼と落ち着きをちょっと試してみよう、やってみよう、チャレンジで。落ち着き一番の私の確かに課題ですね、う
今から本に戻るよ。今いい情報をさ、ヘリとかで落としてくれてるんだけど、結構多分急いだりとかして行っちゃってるのか、うまく伝わんない時があったりするんだよね、無線とか。取捨選択も確かに。そう。なんで、まあそこら辺をちょっと改めて、はい、ちょっとゆっくり考えてみてもらって、でもし今後大型でこういうちょっと手段を取ったみたいな。はい、があったときにあのフィードバック欲しいって言ってくれれば、わかりました。全然それは教える。正味なんか毎回この大型はこれが正解っていうのがないから、その時々になっちゃうから、はい、多分結局なんかそれも経験しないとわかんないからさ。はい。だからなんか毎回その気にしないでほしいんだよね。自分がその取捨選択をした結果、例えば捕まえれなかったってしても。それは気にしないでほしくて。あるね。それを勝手に逆にしてほしいんだよ。なるほど。うん。で、まあ、そこはね、自信持って全然言ってもらって、でその上で、あの時はどうだったのかって、もし気になる部分があるんだったら、はい、全然それは言ってもらって、で逆に俺も言うから。了解です。うん。で頑張ってほしい。頑張ります。ありがとう、うん、ありがとうございます。頑張ってね。いやー、気合い入れていきます。あ、やっぱランク上がったから。あ、そう言ってしたら、うん、いいっすね。しかも今日めっちゃいるときに。、逆にじゃあ言おうか、そしたら、うん、お願いします。あ、何度か終わったんだけど、一旦ちょっとみんなに共有があって、あのレウ君がポリス4になってスワット3になりました。おめでとうございます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 。頑張ってきます。頑張れ頑張れ。ハズピ開いたけどどうした？あの来て、あの撮影スタジオ。おい、現場か。いいよ、出してきて。かわいい。いや、いいな、めっちゃこれ。エビセン、エビセン、このバイクあげるから、そのバイクと交換して。俺のバイクだ、もともと。めっちゃいい。ごめん、ごめん、ごめん。ごめん、ごめん。誰？動かないよ、これ。え、待って、ごめん。え、これ、心あり？なし？動かない。ありですよ。あ、あ、ごめん、ごめん。あ、ラベスさん。見せてください。先輩、警察？鍵閉めれないよ。お疲れ。お疲れ様ですよ。た。ないっすよ。覚えてないっすよ。戻りました。よかえり。いっぱい拾おうな。ラベさん。電所長、お疲れ様でした。お疲れ、久しぶりだね。お久しぶりです。お元気でしたか？いや、元気だった、元気だった。ああ、よかった。うん、今日ってこの後何時まで起きてらっしゃいますか？あ、ぼちぼち寝ようかなと思ってたけど、どうした？あ、どうしよう。今少しお時間いいですか？はい、場所変える？はい、はい、どこがいいかな？あ、僕は車出すよ、じゃあ。はい。やばい、世界がめっちゃ重い。いっぱい乗ってくれ。よいしょ。オッケー、スワットに変えて、それで事件対応行こう。行こう。お願いします。で、どうした？はい、ですね、ですね。すいません、喋るのが下手で。あ、いやいやいや、うまく伝わるか。俺も下手だからなんですけど、クイズ大会終わってすぐで申し訳ないんですけど、うん、実は来月の頭に日本に行くことにしまして。あ、帰国するってこと？一時的に？いや、しばらく行くと思います。あ、ほら、はい、なんか、はい、一応理由が、私もともと宝石商でやったりよね、修行を積むために、はい、この町に来たんですけど、うん、師匠から久しぶりに連絡が来て、日本で支店を建てるみたいなんですよ、師匠が。うんうんうん。それで一番弟子の私に支店長を任せたいっていう
連絡が来て、しばらくずっと悩んでたんですけど、ただ自分が日本で、はい、何ですか？日本でってこと？はい、日本でです。すごい悩んだんですけど、やっぱり私は警察もやってるけど宝石商なので、うん、もっと自分の実力を磨きたくて日本に行くことに決めました。なので、そうなんだ、はい。え、じゃあ当分、本当に当分？そうですね、何年かかるかはもうわからないんですけど、でも頑張って勉強してまた戻ってきたいって気持ちはあります。え、12月のいつ？日付がちょっと確定できなくって、11月の30日に9055さんのトロフィーレースがあるんですけど、うん、それでトロフィー の, 制作をうちの宝石店でやってまして、うん、で台座に優勝者の方の、ま、お名前をちょっと刻むっていう関係で、うん、日付は確定してまだお伝えできなくて、もうおそらく第1週のどこかになると思います。わ、じゃあもしかしたら今日逆に最後かも、俺と会うの。そうなんですか？俺も12月の頭ぐらいから、はい、当分起きれなくて。あー、そうなんですね。半月か1ヶ月くらい起きれないんだ。しかしたら結構長いですね。ちょっとまあいろいろと、うん、まあ年末ですしね。うん、じゃあ今日お会いできてよかったです。そうだね、会えてよかったけど。はい、マジか。そっか、はい。まあでもね、自分がやりたいことだもんね、それが。はい、頑張ってほしいわ。頑張ろうかなって。はい、ありがとうございます。したらどうしようかな。帰国するときに、じゃあもし万が一俺いなかったらさ、はい、まあ、南署の上官に言ってくれたら。あ、一応みんなに話してる？もういや、警察で言うのは連署長が初めてです。じゃあ先ちょっと南署員だけでも言う。いっぱいいる。あ、大丈夫ですかね。言っといた方がいいんじゃない、早めに着前になるよりかは。はい。え、本当に俺だけまだ？もうまだ、はい、連署長以外伝えられてなくって。こういった方がいいんじゃないかな。はい。てかまあ全体でもいいだろうし。でも今日クイズ大会で楽しかったんで水を差すようでちょっと申し訳なくて。でもまあ逆にこれだけ人数が集まってるから。はい。まあ難しかったら日を改めても別にいいけど、次ね誰に会えるかわかんないから。でも火曜日にします。あ、そのレース、はい、南署のメンバーにだけ先に今日伝えたいです。わかった、じゃあちょっと呼ぼうか。はい。あ、そうだ、なんか私無線の筋肉が歪んじゃって、うん、つなげはするんですけど使えなくなっちゃって。あれ、つなぎはするけど使えない？その無線の番号の入力はできるんですけど、喋るときに押すじゃないですかボタンを。うんうんうん。それの筋肉がなぜか使えなくなっちゃって、3割当てもできなくなっちゃってて、今多分歪みだと思うんですけど。でもまあ俺が呼ぶから大丈夫かな。すいません、お願いしてもいいですか？誰がいる？ボイラー、レウ、ルンルン、シマルーンもってか？マルーン寝たか？マルーン寝ちゃったか？あー、寝ちゃったか。これワンチャン大型も来そうじゃないですか？
そうだね、だからこそ多分早めの方がいいかも。はい、全体じゃなくて、まずじゃあ南署ね。はい、お願いします。ごめん、クイズ大会終わりに申し訳ないんだけど、あの南署員、ちょっと一旦南署に集まれますか？了解です。了解。いやでも今日会えてよかったな一応、はい、11月中は起きれるけど、まあ、会えるかどうかわからないから。連署長って基本的に早番なんですよね。そうですよね。そうなんだよね。私も起きてはいるんですけど、大体起きるのが10時以降とかなんですよ最近。すれ違いだよね本当に。時間本当にすれ違いで、俺大体9時とか10時くらいに寝ちゃうから。ああ、もうちょうどですね。うん、本当に多分入れ違いで。でも結構南署にいるんだよね多いんだよね。マルーンとかもそうだし。確かに。いや、よかったです今日。いや本当に会えてよかった。ふわ、緊張してきた。千代子さん、ルンルンとボイラも呼べる？あ、わかりました。ちょっと電話しちゃいますね。これじゃあ、ボイラにかけるよ。はい、ありがとうございます。あ、ルンルンさん、バルーンって寝ちゃった？いや、まだいるはず。出勤してないの、ちょっと待ってください。いや、今無線入ってきた。あ、オッケーオッケー。あ、待って、ルンルンさんいないな。ルンルンが寝ちゃったか。寝ちゃったか。じゃあ、マルーンさんかけますね。ありがとうございます。あ、あいつ取り込み中だな、ボイラ。もしもし、お疲れ様です。一体こういう時ボイラ取り込み中なんだよ。何なんだろう、あいつ。南署に集まったってことで、今大丈夫ですか？はい、お待ちしてます。あー、みんな来ちゃった。うん、みんな、なんか無線で呼んだからみんな来ちゃった。あー、ちょっと、大丈夫。これ。すいません、遅れました。ちょっと待って、あの、本人の意思考えたら、ちょっと、できれば。え、本人の意思。南署員だけってことですかね。南署員だけ。ボイラ先輩は来る気配なかったですよ。あ、だね、即電話来たもん。だってなんか。あ、いたいた、ボイラ先輩いますよ、そこ。いたわ。ちゃんと来たら。はい、すいません、お邪魔しました。じゃあ、すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。あとは、あの、署員だけで楽しみをつけて。なんでお前電話切ったんだ、おい。いや、ちょっとね、今本当に忙しかったんですよ。おい、忙しそうに見えなかったぞ、お前。いや、あのね、裏でライオットで一緒に来てるじゃないですか。いや、裏で忙しかったの。牛の追って、ちなみに何だったんですか、これ。ちょっと待ってね、今、あの、マルーンも呼んだら。赤木社長が、南署員が南署に集まってほしいということで。なんで南署だけだ。違う、じゃあ、はい、もしもし。マルーン、ちょっとさ、一旦至急、みんな来てくれたのに。あ、今向かってますよ。ごめん、はい。はい、向かいます。あの、そういうのは分かるんだけど、ちょっと一旦今回は待って、オイラ。あの、俺じゃないから今回は。うん、理由を言ってほしい、その呼んだ。だから理由はこれから伝えるから、めっちゃ大事な話だから。マジで。警察全体じゃなくて南署だけ？いや、だから本人の意思で一旦南署っていう話。はぁ、あ。一回中やろ。中でいい。じゃ、わかるよ。じゃ、わかる、ボイラの気持ちも。じゃ、わかるよ、やめてください。わかるよ、わかるよ。はぁ。わかるよ、わかるよ、わかるよ、わかる。言いたいこと、なんですか？ちょっと待って、あのね、南署だけで集まる、せっかくね、本署の人が来て、南署だけで集まってるって言われたら、本署の人たちどう思うと思ってます？わかってる、わかってる。じゃ、わかってるけど、まだ気持ちの整理ができてないんだって、本人が。だからそこも汲み取ってあげて、ボイラ、一旦。それはもちろんわかるんだけど、だから言われるかなと思ったけど、それも絶対。ルルちゃん、今から来れる？あ、ごめん。なんすか？今ね、俺じゃないんだよ。俺の話じゃないんだ今回。はい。わかるよ、わかるよ。あとは。あれ、非番？いや、
今さっきあの無線入るためにつけたまんますね。すごいこれマジで綺麗だ本当に。綺麗ですか？何が？シガンレフみたい。シガンレフ？まあルールちゃん来るそうなのでもうちょっと待っててもらってもいいですか？はーい。はいもちろん。了解。外でも。ルンレおいでー。はーい。じゃあこれで全員かな一旦起きてるの。うん。ちょっとまあ本書も混ぜて話そうかなと思ったんだけど、まあちょっと本人の意思で一旦南書院でっていうことで、ラピスさんがちょっとお話があります。はい。すいません皆さんクイズ大会終わりに来ていただいてありがとうございます。ちょっと折り入ってお話がありまして皆さんに。来ていただいたんですが、私事なんですけど12月の第一章を持って日本に行くことになりまして、それとともに警察も退職させていただこうかなと思っていたので、その報告で集めさせていただきました。理由はもともと私宝石商としてこの町に修行に来たんですけど、その宝石商の師匠から日本の支店の支店長を一番弟子の私に任せたいという連絡が先週来まして、いろいろ悩んだんですけど、やっぱり私は宝石商が一番の仕事なので自分の成長のために日本に行くことに決めました。なので残りの1週間短い期間になってしまうんですけど、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いしますが、お疲れ様でしたか。お願いします。急なことでびっくりだけど、いや驚かせてしまってすいません。はい、残り楽しもう。残り時間ね、たくさん頑張りましょう。寂しいけどね。お願いします。一応本社の人たちにも伝える予定ではいたんですけど、ちょっと今日楽しかったっていうのもあったので、まずは南署の皆さんにお伝えしたくて。今日集まってるから安全体で話そうかって言ったんだけど、まあ一旦ということです。はい、わかりました。わかりました。ラピスさんにとっては前向きな帰国だもんね、お仕事。そうですね、前向きな理由です。うん、そうね、そっちも頑張ってほしいと思います。ありがとうございます。困ったことあったらいつでも連絡してね。ありがとう。みんな改めて敬礼。はいはいはい。ちょっと早いけどラビスさん、お疲れ様でした。はい、うん、お疲れ様。ありがとうございます。お疲れ様でした。いってらっしゃい。いってらっしゃい。頑張れ。応援してます。いや。ありがとうございました。うん。ああ、何振る舞う感じでも大丈夫か？そうですね。聞かれたらどうしたらいい？本社の人たちに。ああ、私の話やった的に聞かれたら。まあ、もしなんか今日話せるタイミングがあったら話しな、ラピさん。わかりました。多いから。はい。そうね、まあ本社の方にも話した方がいいこれ。うん。わかりました。これは一旦寝ちゃうからさ、もう。はい、すいません、呼び止めてしまって。いえいえ。いえいえ。ありがとうございます。ドアップの方は今、はい、また来てると思うから、うん、ごめんごめん、止めちゃって、ちょっと行ってくるわ。すいません、客船対応中なんですけど、病院襲撃があったみたいで、これ迎える方いますか？日本寒いから、厚着してたから。あー、了解です。私、病院の方に向かいます。半袖は寒いぞ。半袖はね、肩引いちゃうかも。確かに私、半袖だ。病院向かいます。じゃあ、ラピスさん、お疲れ様。また次、1週間のうちに会えたら。はい、またよろしくお願いします。うん、逆に最後ちょっとバディで行こう、今度お会えたら。はい、うん、わかりました。お疲れ。はい、ありがとうございました。これ帰る、その大丈夫、うん、はい、ありがとうございます。あ、もう寝る、サビスさん。あ、いや、ちょっとこの後ここに残ろうかなと思ってました。あ、オッケー。じゃあお疲れね。
病院襲撃気になるけど、気になるけど一旦ちょっと寝ます。今日ははい、これでさっきのクイズ大会の21人から20人になったな。やっぱり減っちゃったな、まあ、悲しいけど、うん、本人の意思を尊重したいわ。頑張ってほしい。なんで俺こんな健やかな顔してんだろう。すごい健やかな顔してる。病院の方、まだ犯人現場行った？大丈夫？あ、一応今今日は寝ます。アピスさん頑張って。でも頑張れ。